ただいま。あれ影早いね。今日の依頼はどうしたの？なんか急遽中止になってよ。そうか。なんだ、二人して微妙な顔してっけど。依頼人か。あ、こんにちは。ジョス。ピアスゴリゴリじゃねえか。ヤンキー怖。そっか、こいつに俺が怖がるってヒサとシディは思ったんだな。お久しぶりです。この女は。そうだ、なんか俺とヒサをやたらくっつけようとしてきたやつじゃねえか。彼氏ができたから報告しに来てくれたんだって。ヒサメちゃんとカケチオさんのおかげで彼氏ができたんです。だから今日はお礼を言いに。あ、おめでとう。別に俺何もしてねえけど。ありがとうございます。彼女からお二人のおかげで付き合えたと聞き及んでおります。お二人にいただいたこの縁を生涯大事にするべく精進してまいります。見た目と違ってめちゃくちゃ律儀だなおい。それでメールで言ってた相談って何かな。はい。ここまで一生を添い遂げたいと思えた人は初めてで、だからずっと一緒にいたいんです。そのためにお互いのことをよく知りたいんですけど、何かいい方法はありませんか？そういうのってちょっとずつ分かってくもんなんじゃねえの？それはそうなんですけど、もうこの溢れる思いが止められないんです。じゃあ性格診断とかどうかな。最近ミキに教えてもらった面白い診断があるからさ。おお、それは名案だな。早速やろう。なんか最近こういうの多いな。うち占い屋じゃねえんだけど。人差し指と薬指。人差し指と薬指のどっちが長いかで性格がわかるらしいよ。このメジャーで二人とも測ってもらえるかな。別に普通に見て比べればよくね。ダメだよ、見かけの長さじゃなくて指の付け根からちゃんと測った長さで比べないと。真面目か。あれ、うまく測れないな。なら僕が測…シリーさん測ってもらってもいいですか？うん、任された。じゃあ私が彼氏さんの指の長さ測りますね。ああ、かたじけないです。あれ、ちょっと難しいな。ひーちゃん不器用か？うるさいの。彼氏の手を他の女がベタベタ触ってたらいい気分じゃねえよな。まあこいつはシディに測ってもらってたけど。ヒサ、俺が測るか？大丈夫、もう終わったから。なら次はヒサメちゃんたちも測ろうよ。私が測るから。影は人差し指の方が長いタイプだね。私は人差し指と薬指の長さが同じ長さのタイプ。私たちとシディさんが薬指の方が長いタイプですね。人差し指の方が長いタイプは一人で行動する方が得意で、向上心も高く自分に厳しい性格。恋愛にはあまり積極的ではないので、自分からアプローチすることは少ないって。一人でやるタイプ、つまり陰キャってことかよ。 DNA レベルで決まってんの？なんでそんなにネガティブなの？人差し指と薬指の長さが同じ長さのタイプは協調性の高い平和主義な性格。とても穏やかなので誰とでも仲良く過ごすことができる。恋愛に関してもぐいぐいと積極的に行くことはないが、優しくて気が利くので異性にもモテる傾向にあると。これもヒサメに当てはまっている気がするな。ヒサメちゃんモテるもんね。そうかな。モテるとかツリーな。人差し指を薬指と同じ長さまで削れば俺もモテっかな。必死か。最後に薬指の方が長いタイプはいつも周りに人が集まる人気者でチャーミングな性格。ちょっと空気を読むのが苦手なところもあるが、それさえも魅力にしてしまう。当てはまってるかな。一度恋に落ちるとその人しか見えなくなり、周りの状況が見れなくなってしまう面もあるって。確かに私彼しか見えてないから当てはまってるかも。シリーさん測ってもらってもいいですか？そうだね。僕も天真爛漫で可愛らしい君のことしか見えてないよ。俺らは何を見せられてんだ？親指の長さ。あと親指の長さでも性格がわかるらしいよ。これも一人じゃ難しそうだね。僕が測ろうか？大丈夫、シディさんにお願いするから。そっか。またかよ、いい加減空気読めっての。確かに診断当たってんな。さあ次はどんな結果が出るかな。うん、楽しみだ。測る場所は親指の頭から第一関節までと第一関節から第二関節までの長さだって。シディ、爪の長さは入らないように気をつけて。難しいな。すいません、爪が長くて。気にするな、攻撃力が高そうでいい爪だと思うぞ。ありがとうございます。測りますね。はい。
私が第二関節までが長いタイプ、シリーが第一関節までと第二関節までが同じ長さのタイプだね。私たちと影千代さんが第一関節までが長いタイプですね。まず第二関節までが長いタイプは勤勉な性格、夢を追いかけるというよりは地に足をつけて歩くことを好み、何事にも地道にコツコツ取り組む。要するに真面目ちゃんで堅物ってことか。めちゃくちゃ当たってるじゃん。ヒサ小獣とみてえだもんな。それは影がしっかりしてないからでしょ。第一関節と第二関節が同じ長さのタイプは社交的な性格、常に調和を求め穏便に物事を進め、アドバイスすることにも長けている。わ、これも当たってる。シリーはいろんな人と仲良くなるのがうまいよね。第一関節の方が長いタイプは無双家の完璧主義者であり、自分自身や他人にも常に高い期待を寄せている。目標の実現のためならどんな労力も惜しまない。休みの日は昼まで寝てゲームか YouTube 見て、気づいたら一日が終わってるタイプの俺が完璧主義者。自分で分かってるなら直しないよ。影千代は自分のこだわりのあることについては完璧主義者という感じがするな。それこそ YouTube とかゲームとかね。まあ他はチャランポランだけど。なんで上げた後必ず落とすんだよ。二人は当てはまってる気するかな。します。理想の彼女と理想の彼氏であることを追い求めてます。私も彼も完璧主義者だからね。あれ?どうしたの?僕の子供じみた嫉妬だというのは分かってるんだけど、ちゃんと聞かないといけないと思うから聞くね。何?どうして僕を避けてるの?僕が何かしてしまったのなら教えてほしい。違うの!それは、その…そっか、言いたくないんだね。少し頭を冷やすために今日はおいとまします。ありがとうございました。すれ違い。どうしよう、イサメちゃん。彼氏の前でシディにベタベタするからだろ。違うの、これには事情があるの。実はね。後日。この前は空気を悪くしてしまって申し訳ありませんでした。いやいや、そんな謝る必要なんて。それでお話というのは何ですか。それなんだが、やっぱり呼び出したのは彼女なんですね。今日はこの前の話をしたくて。分かったよ、もう覚悟は決めてるから。きっと君の心を射止め続けることができなかったんだね。申し訳ない。違うよ、この前避けちゃったのには理由があるの。これ受け取ってくれる？それ、指輪？誕生日に指輪をプレゼントしたいか。随分急な相談だな。この子は思い立ったらすぐ行動に移すタイプだから。だが指輪となるとサイズを測る必要があるんじゃないのか。手を触るしかない状況に持っていってこっそり号数を確認するとか。俺は自信がないな。ひさめに頼めるか。俺がサポートに回ろう。じゃあ手を触ってもおかしくない状況を考えないと。そうだったんだ。ねえ、指輪はめてみて。ぴったりだ。よかった、本当に自信なかった。わあ、やっぱり似合う。あれ、嬉しくない？違うよ、本当に嬉しいんだ。ちょっと泣かないでよ。これで一件落着だな。ったく、最初から普通に渡せばよかったのによ。しょうがないよ、だってあの子診断結果だと恋人しか見えない無双家の完璧主義者だもん。どうしても彼氏をサプライズで喜ばせたかったんでしょ。めんどくせえカップル。でも彼氏さんも嬉しいはずだよ。だって彼氏さんもあの子と同じ恋人しか見えてない無双家の完璧主義者だから。いろいろありがとうございました。本当に感謝してもしきれません。ほんとめんどくさい奴らだな。仲直りした途端イチャつきやがって。あ、それとこれ影千代くんにプレゼントです。だこれ、ひさめちゃんの指の号数です。練習がてら私測ってたんです。これでひさめちゃんに指輪のプレゼントを。しねえよ。ちょっと人の彼女に対して距離が適切じゃないんじゃないですかね。なんであげないの？きっと喜ぶよ。もう少し距離感というものを意識して。恥ずかしいの？でもひさめちゃんが喜ぶ顔に比べたら。ああ、お前らマジめんどくせえ。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。